皆さんどうもこんにちは。釣り YouTuber の岩田次郎です。そして江川桜井です。からのアグノムです。よろしくお願いします。お願いします。よろしくお願いします。さあ、ということで本日は運命の神々に、噛みました。すいません。運命の神々、運神、こちらが本リリースされまして、はい、数時間経った現状なんですけども、アグノムさんに新デッキの方紹介していただこうと思います。お願いします。今回私アグキンが紹介するのはこちら、連携ロイヤルでございます。あ、アグキンさんさすが。今期はですね、ロイネクス、僕の中でははいはいはい、ロイネクがおもろい。盤面で戦うんすよ、はいはいはい、盤面で戦う時代がやってまいりました。なるほど。前期は紙環境でしたが、今回は面環境と、はい、いうことでですね、このロイヤル、もうロイヤルらしいデッキっすね。もう連携っていう場に出ただけ、場に出た数達成すると発動する効果をたくさん取り揃えておりますと、はい、いうね、はい、横並べをする往年のロイヤルっすよ。そうですね、将軍以来っすよね。大将軍以来、うん、大将軍の時はなんかあんまり面並ばなかった気がする。もうなんなら世事駒以来っすよ。乙姫政治ってことですか。そうっす。なるほど。盛りまくったね、それは。このね、オースレスとか、あと進化のシールドフォーメーションとかでどんどん横並びをしつつ、このデッキはね、デッキから政治コマンダーがやってくるということなんですよ。はい。無料で。無料で。はい。弱いわけがない。もうシンプル。ほんとそれだけシンプル。てかね、すごい使いやすいと思いますよ。序盤からガンガン並べて殴ってフェイラン出して殴り勝つっていうだけなんで、うん、はい、いろいろ細かいプレイングあるんですけど、基本的に目指すとこはまあそれ一辺倒なので、まあ、そういったデッキと思っていただければいいかなと思います。はい。でね、このデッキ僕はね、連携を早めに10達成するのが非常に重要だと思ってるんですね。ほう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 。だから構築もかなりそれによってます。なんか人によってはこのオースレスとかエルネスタとか黒ひょの偵察者とか、なんかここら辺を削ってですね、エミリアのサーチを絞る、でもうちょっと後ろ寄りに戦うで、フェイランは6に出さずに7に出すみたいな構築の捉え方をしてる人も多いですね。なるほど。僕はもう脳筋なんで、もう面つってアグロ、面つくってアグロで勝つ。これはじゃあもう全部出すんだ、はい、全出し全出しして気持ちよくなってもらうと。はい、もう場合によっては一旦目影光も出す。なるほどね。余裕で出す。全部出すのね。はい。でこれね、結構計算したんですけど、はい、2345で普通に PP 通りにプレイするとですね、あと6体必要なんですよ。6フェイランをするのに、結構ね、このデッキ僕は重要だと考えていて、6フェイランを達成するためのカードがふんだんに入っているというデッキなんですね。基本的にはそのオースレスナイトとかで 1PP で動くエルネスタとかが、まあ、その PP 以上の動きってなるんで、これを4回達成すると6フェイランできるというね、デッキとなります。意外とね難しいです、6フェイラン。実はロイヤルネクロだとあんなに簡単なのに、はい、なぜかネクロの方が簡単っす。おかしいよ。そうそうから。まあただね、ロイヤルもちょっと厳しいけど、6フェイラン達成したらまあもうめちゃくちゃ強いから、僕はなんかそれに寄せる方がいいかなと思って、こういう構築になってますね。はい。やっとね、最後はオルオン、はい、オルオン、オルオンはいらないっす。おう、これなんでかっていうと、
はい、あれね、ナイトが出てくれればよかったんですよ。絶対。絶対ナイトが出てくればよかった。でもそこが致命的にランダムだから、僕はあんまり強いと思ってないですね。サキさんでも。なんなら。なるほど。3で一面しか埋めないカードは基本的には僕は積みたくなくて、でゲルトはエミリアと噛み合いがあったりリソースになるからいいんですけど、この椿はですね、もうフィニッシャーとしてしか見てません。うんうん、中盤に7オルオン出すぐらいだったら椿をぶん投げた方が後手まくりもできるし、攻めにも強いし、絶対椿の方が俺は強いと思ってます。おお、だから俺はゼロです。なるほどね。D 評価なんで。確かにね。D 評価つけてましたね。いやでもなんかオルオンはちょっとリタイアボタンの代わりになるじゃん。リタイアボタンにリタイアボタンデッキに入れたくないっす。はい、左上にあるじゃない。椿を打てば。ギリギリの、ね、勝負でも結構まくれるチャンスあるんですよ。なるほどなるほど、はい、リタイアボタン入れてどうするんですかデッキに。すいませんでした。確かにね、最初から負ける覚悟で入れちゃダメだと。はい、すいません。じゃあ早速はい、やっていきますか。やっていきましょう。ご飯までには終わらせますよ。さあお相手ネクロマンサー、こちら高校となります。はい、マリガンなんですけど、基本的には連携カウントを稼げるカードをですねキープしていきたいですね。うんうんうん、これは、まあ、ゲルとエミリアを返して、猛攻は後攻なんで返しますか。先攻だったらね割とタンキープしていいと思ってますね。なるほど。4で3稼ぐ、1枚で3稼ぐって非常に貴重なので。さあミヤコスタートは強いですね。強いな。いやーこれちょっときついな。1コース引いてくれ。トップ1コースかオースですか。シールフォーメーション頼む。お、2パス。うわ、まあ耐えかな。うわー、さあ終わって2パスですが、こちらもしんどそう。見えましたわこれ。魔獣使いです。はい、これが5手4まで残ることを僕は祈ります。なるほど。まあ2発してるからそれがあったんでしょうか。くそ、いくぞ。あ、もう一回また引いてきた。遠征弱い。いやこれはもう6フェイラー諦めです。なるほど。うん、クヨレ2台は弱すぎると。そうですね。ここでちょっと都の対面に牽線は。1コストに3コスト払うのは。はい。魔獣偵察、魔獣偵察者、あ、違う、偵察者魔獣っていくと次のターンの動きも結局3だから。はいはい。まあ、諦めてゲルト行く方が安定かな。まあ、クリタルオーダー来た。倒さない方がいいのか、でも倒してもなのか。何が想像されたんだ。これ出てくるの何も出てこない。実はこれ消滅するんですよね、こいつは。デッドメタルスターは倒さなければ、倒さなければ大丈夫ですね。あ、だから動きは完全にこっちもストップされる。4-5。いやーダメですね。うん。動きは掴んだ。ここはこれで鈍いな。進化を考えたい。ケルト進化で倒す。倒しません。触れるわけにはいかねえな。進化大きい。進化起きで頑張って、なんかこれゲルトに付き合ってくれないかなっていうプレイですね。ゲルト破壊してほしいんで。なるほどなるほど。エミリアをサーチするとおいしい。
あどうでしょうか。ハングリースラッシュ。破壊されたフォロワーは都デッドメタでした。カニネク、あ、これ取ってくれそうだな。僕の骨、みんなの骨、おそらく。まあ悩んでますね。百鬼夜行は悩んでる。どこを悩んでるんでしょう。さんネクロやってましたけど、あれかなり使い込んでるから、ね、僕も骨だ。使い始めた。全部こんなもんだ。何していいか多分分かんないと思いますね。ですよね。ジャブエビディアン来ましたよ。オーネスチーフ、オーネスチーフ、あーダメだ、遅い。オーネスチーフ1足りないか。ツバッちゃんいっか。ツバッちゃん強そう。次剣戦もあるし、いいや、つばっちゃんで。ゼロつばきめっちゃ強いです、これ。5T はそんなですけど、あの 7T とかのエミリアゼロコスつばきめっちゃ強いですね。2面破壊しつつ次のターンリーサルプランが見れるようになるんで。その噛み合いもあります、これは。エミリアつばき。メーフか？メロティーよ。いいじゃん、そうそうしていく。風はそこに吹く。さあ、6号に届かない。これね、ミルティオの弱いところなんですよ。進化できない。これね、相手から展開されるときにミルティオ出すと、処理が、ね、難しくなっちゃうんですよね。リッチが出ればね、結構いい感じになるから、やっぱ早々カウント進めていきたいですよね。10。11中2。12、15、16、17。足りないかな。これ、検査でも10、11、12。17。12、17、19、勝ってるわ、これ。勝ってる、勝ってる。19点だ。19点だ。マジ？ウェイ！やるんだよ、ロイヤル、これ相手にしてると。すげえ。わー。うんか、めちゃくちゃ俺が。じゃあ、フェイランいたらあれだったわ。邪魔だったまである、盤面。なるほど。さあ、終わって、ウィッチでこちら先行となります。ウィッチ、ウィッチ、ウィッチ。おっと、これは、割と前期もあり。なるほど。前期します。これもあれですね、フェイランカウントですね。フェイランカウント意識するとオーセレスオーセレス剣戦、これ全部1連携カウント稼いでくれるんで、あと1枚なんか引けばいけると。おっ、これは盤面ロックがなければいけるんですよね。ちょっと IT 依存なところもあるんですよ。そうか、ロイヤルはそこを気にしなければ。おっ、自然ウィッチだ。おお、珍しいです。初めて当たったこの環境。これね、次猛攻があるから、オーセレスケース。剣戦を温存します。さあ、相手がフォロワー処理してくれるか。一緒に戦おう。シャルサーチね。悲しみを絶ってみせる。さあ、これで、面が解放される、ごめん。悲しみを去ってみせる。今7なんで確実にロックフェイランはいけますね。出ますね。すげえ入ってくるな。戦略を出します。戦う力を砕かれる。キャルウィッチ。これどうしよっかな。剣戦顔とか、なんか、ありっちゃありだけど、いや、悲しみを知ってみせる。そうですね。でもそれだけだとちょっとしきれないかな。この剣戦は6で使う方がなんか安定な気がする。
なので悲しみを立ってみせる。ここは魔獣使いできます。こいつも実は偉いな。強いっすね。もともとこの枠はあれが入ってたんですよ。あのシュミカードの4コスのやつ。元帥。あいつもね、あいつもね、後手呼んできると相当強くて、あ、これめっちゃ強いじゃんって思ってたんですけど、ちょっと先行だとやっぱ使いづらいんですよね。ここが気になって、普通に222としても機能しつつ、面の展開ができるっていうので、魔獣使いにしてます。で、エンハンス6はめっちゃ偉いっすね。特にね、テイラーが6で出るときに、エンハン6で打つと、結構ね、面がすごい強くなります。さあ、これでフェイラン？さあ、これでフェイラン来ますね。まあ、剣戦でいいでしょう。バフかかって。我が身の誉れ。水やん。つばっちゃん進化で顔顔顔顔。おお。二つ上がるんでしょ。わい。おお。わいよわいよわいよ。これっすよ。これこれ。覚悟はいいかしら。さあギャル。覚悟はいいかしら。6で発動してんのに、あ、全勝じゃん。やるからのこれが7ですよ。ただですね、フェイラン、これはフェイラーが出るので風はそこに吹く。ありがとうございました。さあ、ということで連携ロイヤルでした。強い。ああ、なんかかなり走りやすそうですね。うんうん、まあ、快適にランクマッチですね。ランクマッチをなんかそんな時間かけずにグラマスとか行きたい方にもかなりおすすめするデッキですね。もう速くて強い。うんうんうん。ただもうそんなファーストフードみたいなデッキではなくてずっしり後半も強い。はい、これもまた序盤、中盤、終盤、隙がないデッキですね。あー、いやー、これフェイラン S だったね、実は。 S 当たってますか？S でしょ、うん、これこれね、多分環境の中心になってきてるような気がするんだよな。いいよ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 。ニュートラルの点数取れるよ。いやー、いいっすなこのデッキ。ちょっと使ってみよう。だからこのデッキ、オネストシーフとわがままの呼び出しに D をつけてた気がする。はい、間違えちゃったね。オネストシーフ、これめっちゃ強い。すごい強い。これだって連携7なんて4ターン目ぐらいで起動しますよ、頑張れば。これだって222で出すのなんかちょっと悔しいもんね。そうですね。まあ、これで、これをカードは基本的には僕はあんまキープしたくないですね。むしろ後ろにやって連携7でしっかり244突進として使いたいってカードです。しかもエミリアからゼロコスにしても強いですね。連携が7だったら2面処理ができる。うん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 。靴はなんかあんま使わないかな。靴を混ぜれる神が欲しいですね。確かに。あ、そういえばなんか影見つくつとかやりました。2コスト余って。ああ、なるほどなるほど。それぐらいかな。3コスト払うところ。そうですね、3影見つ出せねえじゃんって時に、お、影見つくつできるってやった時があったかな。で、あとエルネスタクツとかもちょっと強い。エルネスタドレッドハウンド、あーで4点も即飛ばしみたいな。そうですね、なるほどなるほど。とかまあね、このデッキ、単調な、勝ち筋的には単調になりやすいんですけど、極めるには結構いろいろね、プレイングが出そうで、面白いデッキだと思いますね。いいっすね。うん、強い。まあじゃあそんな感じで。はい。ぜひ使って。そんな感じで。はい。ぜひ使ってみてください。見てください。ご視聴いただき、
ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。さよなら。さよなら。